お花紙で作ったボタンの花を生け花風に飾りました。使ったのは剣山でも、このままだと茎がうまく刺さりません。そこで使うのが段ボールです。段ボールの波々が見えるように切ったものを剣山にぎゅっと押し込んでいきます。この波々の部分に茎を差し込みます。先が2つに割れている場合はちょっと折り曲げてください。そしてこれをぐーっと差し込みます。これでしっかり固定されました。丸い剣山でもできます。段ボールをぎゅっと差し込んだら、その穴の中に茎を差し込んでいきます。しっかりと固定されるので、長い茎のものも刺すことができます。これは後ろから見たところです。ワイヤーは自由に曲げられるので、バランスを見ながら形を整えていきましょう。生け花風にできたので、床の間に飾ってみました。